はい。ダイワピュアラブです。三浦春馬さんの最後の作品。お金の切れ目が恋の始まり。金恋がめちゃくちゃ面白いですね。昨日から三浦春馬さんの最後の作品である。お金の切れ目が恋の始まり。 金恋がスタートしています。もし見逃してしまったよっていう人がいましたら、TVer の方で9月22日までは無料で見ることができるので、ぜひ見てみてください。概要欄の方に TVer のリンクを貼っておきますね。金遣いが荒い社長の息子の 三浦春馬さん演じる猿渡りと、その猿渡りの金銭教育をする経理部の松岡真由さん演じる玲子の掛け合いが非常に面白いですね。また、ドラマのね、ストーリーもめちゃくちゃ面白いんですが、何と言っても、三浦春馬さんの表情豊かに生き生きと演じている様が非常にいいですね。 この作品を見ると、三浦春馬さんがね、この作品を、えー、生き生きとね、演じていたということがわかると思いますね。三浦春馬さんが生きていたら、間違いなく代表作の一つになったであろうと思われるぐらい、いい作品だと思いますね。またね、 あのー、この作品では三浦春馬さんがいろいろな表情をしてね、いろいろなこの演技をするんですが、それがね、三浦春馬さんのその人柄の良さ、優しさっていうのがね、すごいにじみ出てる作品だと思いましたね。普通のね、人が演じると、その金遣いの荒さとかね、 結構デリカシーのないような発言をするような場面があるんですが、それがね、その三浦春馬さんの、えー、持って生まれているね、この優しさとかね、あの、人柄の良さっていうのがあるがためにね、そんな嫌な感じを与えないんですよね。見てる人にね。うん。それは結構みんな、ネットなんかでも言ってましたね。うん。 実際にね、こういう人が、あの、もしいたとしたら、やっぱりちょっと嫌な印象を与えてしまうかなと思うんですよね。うん、もう、金遣いが荒くてね、うん。でもそれがね、三浦春馬さんがこう、演じるていることによってね、うん、あの、嫌な印象を与えないんですよね。うん、だからね、結構みんな、 ツイッターなんかにも書いてましたが、本当にね、あの、4話で終わってしまうっていうのが残念だって言ってる人が多かったですね。うん本当にこの最後までね、あのー、見たかったなっていう声もすごいありましたね。うんうん今回もね、あのー、 まああんまり言うとネタバレになるので、まああんまり言えないんですが、あの、お小遣い帳っていうのがね、出てくるんですが、そのお小遣い帳をね、最後、春馬さんがね、つけるシーンが本当に良かったですねうん。ちょっとあの、これからのね、希望に溢れてるというシーンなんですが、うんそのシーンのね、春馬さんのこの、 表情ですね。それがすごい良かったです、うん。あの、お小遣い帳をつけてね、最後、かけそばをね、食べるっていうこのシーンね、ここの表情の移り変わりとか、うん、このシーン、仕草がね、すごいほんと良かったですよ、うん。ちょっとね、あのー、いろいろあってちょっと、最後の作品をね、 見るのをちょっと躊躇しているっていう人も結構いるとは思うんですが、あの、春馬さんのね、本当に笑顔にね、溢れてる作品なので、ぜひね、ちょっと見てほしいなっていうふうに思いますね。うん。だから、ちょっと躊躇していたんだけどっていう人もね、やっぱりこの春馬さんの笑顔がね、たくさん見れる作品だから、やっぱり見てよかったよっていう人がね、結構多かったですね。 うん、これからね、2話、3話、4話と続いていくんですが、あのね、今後もちょっと見ていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。